俺の炊き込みご飯を知る覚悟はできてるか。たっぷりのタケノコを本出しで炊く、そう、出汁炊きだ。ご飯が炊き上がりました。ああ。出汁の染みたご飯とタケノコたちのささやきが俺の心を震わせる。一口目からもうおかわりのことで頭がいっぱいだ。タケノコの出汁炊きご飯、本出汁活用術で公開中。ノリたまらん。 Eat well, live well。人生には大切なことがある。細かいことはともかく、炊き込みご飯は本出汁で炊け、そう、出汁炊きだ。ご飯が炊き上がりました。おこげよし。プリップリのキノコに肉厚な鶏、そして全てを香ばしく包み込む出汁の効いたご飯。出汁炊きご飯、それは茶碗の中の小宇宙。鶏とキノコの出汁炊きご飯、本出汁活用術で公開中。卵を美味しさ、そして命へ。今日は俺の味噌汁の話を聞いてくれ。鶏団子がっつり、そして卵。かけがえのないこの瞬間、俺は誰にも邪魔させない。あ、これ一品で絶品おかず。絶品汁は本出汁活用術で公開中。これ当たります。おいしさ。俺の味噌汁をその辺の味噌汁と一緒にしないでほしい。丸めた豚こまを炒め、そして春雨。そう、味噌汁に春雨。ジューシー。味噌汁に春雨ってありなんですか？と聞いた奴がいた。いいか、うまい味噌汁にはルールなんてない。これ一品で絶品おかず。絶品汁は本出汁活用術で公開中。これ当たります。おいしさ、そして命へ。うまい味噌汁のためなら冒険を恐れない男、それが俺。あふれんばかりのキャベツと豚バラを豪快に炒め、ぶち込む、ぶち込む、味噌汁に勝負。ああ、甘いキャベツに汁が絡んでご飯が止まらない。止まらないよ母さん。まだまだ味噌汁の冒険は続く。山盛りキャベツの絶品豚汁、本出汁活用術で公開中。おいしさ、そして命へ。うまい味噌汁のためなら手段を選ばない男、それが俺。今日はキノコと鶏肉をダイナミックに炒め、味噌汁に。いや待て、バターだ。あー、イエスバター、イエス。味噌汁にバターがありなのかって。おいおい、何度も言わせるなよ。うまい味噌汁にはルールなんてない。キノコと鶏の味噌バター絶品汁、本出汁活用術で公開中。これ当たります。おいしさ、そして命へ。味噌だま。味噌と本出汁をこうしておくと早いです。驚異的な思いつきですね。はい。あ、目から鱗が。探してますね、鱗。見つかりますかね、鱗。受験生には紅白味噌だまじゃ。これで受験に不動節。美味しいを簡単にするレシピ、本出汁活用術。見に来てね。美味しさ、そして命へ。やってきました、この季節。豚バラと白菜のあれですか？あれです。ほんと簡単なんですよね。それがアイデアです。あ、この顔は顔？見事な下り顔ですね。この口元のラインに注目してください。相当美味しくできたんでしょうね。美味しいを簡単にするレシピ、本出汁活用術。見に来てね。雑炊、締めにも本出汁。美味しさ、そして命へ。豚バラと白菜です。何気ないアイデアですけど、できました。あ、これは閉じちゃうかな。閉じる、ほら、閉じる。閉じた。なかなかの閉じっぷりですね。おいしいを簡単にするレシピ、本出汁活用術。見に来てね。雑炊、締めにも本出汁。おいしさ、そして命へ。今年もやってきました、豚バラと白菜。いい食べっぷり。お、脱いだ。汗ばんできましたね。また脱いだ。あったかそう。見たらやらずにいられない、本出汁活用術。夏だから本出汁
で作る冷やしだしそうめん。やっぱりオリーブオイルですね。見事なすすりっぷり。これぞだしも滴るいい男。見たらやらずにいられない本だし活用術。なあむちゃん、ああ卵ってさ月に似てるよね。いただきます。約束だ、俺たちは二人で宇宙飛行士になるぞ。そんな兄弟の20年後。はいどうも。いや違くね。違うな。違う。宇宙でも地球でも卵かけご飯には味の素。月面着陸アポアタル。おいしさそして命へ。おはようございます。少し寝坊したみたいですね。ごまと青のりに本だしを混ぜてふりかけ。おいい思いつきですね。あ、今二度見しませんでした。確認しましょう。1、2、してますね。二度見、念のため別の角度から。1、2、間違いありません。はい、おいしいを簡単にするレシピ本だし活用術。見に来てね。おいしさそして命へ。